はい、レッドマックスのゆうやです。今日はね、日本代表セレクションに向けて体しっかりね鍛えていきたいということでね、腕の日やっていきたいと思います。鏡の前でカッコつけてますね。嫌ですね。もうこんな大人にはなりたくなかった。はい、僕いつも三頭筋からやってるんですけど、ちょっと今日いつもよりも重量上げすぎてちょっと浅いっすね。もっと深くやった方がいいかったかなって今動画見たらね思いますね。この奥の外国人がね、途中で電話来て、あ、仕事落ち着いたら電話折り返しますとか言ってたんですけど、音楽めちゃくちゃかかってる中でよく嘘つけるなと思いました。はい。ロープ使ってね、三頭筋。これ外側にギュッて最後するとね、めちゃくちゃ痛いんですよね。もう最初このトレーニング嫌で嫌で、もうでもなんか今気持ちいいんですよね。最後ギュッて、こうギュッて三頭筋がね、もうなんかもう切れるんじゃないかっていうぐらいね。引っ張っております。めちゃくちゃ画質荒いなこれ。これ僕ね、あの縦向きで動画撮ってね、横向きにしてるんで、ね、ほんと申し訳ないですね。汚い。ちょっともう初めてなんで許してもらって。はい。でね、2ヶ月前から比べると体はね結構絞れて、今16キロとか17キロぐらい痩せたんですよね。結構軽くて、ドッジボールになんか影響どうやって出るんだろうと思ったけど、結構動きやすくて、キャッチとかアタックも結構調子いいですね。なんかコントロールも別になんか体のバランス悪くなってとかないし、めちゃくちゃいい状態ですね。このままキープしてセレクション臨みたい感じですけど。はい。あとやっぱり関東シニアっすよね。なんかレッドマックス本当に今代替わりで、まあ難しい時期ですけど、そんな中なんかレギュラー争いとかやってて、二人主要選手が怪我してしまってね。で、大エースのね、仕事で出れないみたいな感じなんでね。結構関東シニア危ないんじゃないかなと思うし。去年準優勝したからって、今年も全国出れるとは限らないんでね。いやちょっと僕も怪我しないように気をつけながら筋トレ毎日頑張っていきたいと思います。はい。もうちょっとね、あの話すの疲れてきたんで、あとは音楽聞いといてください。バイバイ。